昔々、西の帝国にはかつて世にも恐ろしい死神の風貌をした神獣がいた。神獣は彼の住まう神殿がある大森林を守るように存在しており、近づく者は何であれ死神の鎌で引き裂いて惨殺した。私じゃダメってこと？裏切り者。あなたにも魂があるんでしょ？話を聞いてよ。やりなそう。こういう君はそうなの？シロン下がれ。不可侵の大森林は神獣の死後、そのありさまを変化させた。来訪者を惑わせる迷いの森へと。キリト、なぜだい、なぜなぜなぜ、あんな世界。僕の世界は君のように優しいものじゃない。